発見のモニュメントは、大航海時代に航海の旅へ出た偉人たちを称えた記念碑です。ポルトガルの玄関ともいえるテージョ川の河口にあります。ここから船は未知の目的地に出航していきました。モニュメントは船の船首の形をモチーフにして作られており、高さは52メートルです。海洋王国ポルトガルを世に知らしめたエンリケ航海王子、バスコ・ダ・ガマ、そしてマヌエル1世の像が置かれています。ベレンの塔は港への入り口を守る要塞として1521年に建てられました。この塔は長い航海への出発点であり、船員たちが見る故国の最後の光景でした。塔は国のシンボルとして知れ渡り、リスボンの歴史を知る記念碑としてユネスコ世界遺産に登録されています。塔の北東の隅にはヨーロッパで初めて作られた賽の彫刻があります。塔の建築が始まった年、マヌエル一世がローマ教皇にインド賽を寄進しようとしました。賽はこの時初めてヨーロッパに持ち込まれ、この地に降り立ちました。その記念として彫刻が施されたのです。塔の設計にあたったフランシスコ・デ・アルーダは軍事建築の専門家でした。モロッコで要塞建設の経験を積んだため、イスラムからの影響も受けています。塔の至る所にマヌエル様式の装飾が施され、まるで一つの芸術作品のようです。テージョ川に面した正面には航海の聖母像が置かれています。この港から旅立つ者を励まし、また寄港する者を優しく迎え入れるように見守っています。旧市街バイシャ地区はサン・ジョルジェ城の南に位置しています。リスボン大地震によって被災したこの場所は碁盤の目状に整備し直されました。現在は多くのレストランや土産物屋が並ぶショッピングセンターの様相を呈しています。バイシャ地区のメインストリートであるアウグスタ通りはパリのシャンゼリゼ通りの影響を受けて整備されました。
梅社地区から北は新市街です。新市街のメインストリートであるリベルダーデ大通りはレスタウラドーレス広場から 1.6 キロ先のポンバル公爵広場まで伸びます。この通りは大震災から10年後に公共の散歩道として整備が開始されました。設計を任されたのは建築家レイナルド・マヌエルです。通りにはいくつかのモニュメントが置かれ、路面もモザイクタイルで飾られました。ポンバル公爵広場の中心には36メートルの高くそびえるモニュメントがあります。大震災から町を復興させたポンバル公爵の像が旧市街の方向を向いて置かれています。広場の奥はエドワルド7世公園です。1902年にイギリスの王エドワード7世がリスボンを訪れたことを記念して作られました。梅社地区の南端にはおよそ200メートル四方に広がるコメルシオ広場があります。広場の中央には馬に乗り皇帝のマントを着たポルトガル王ジョゼ一世の像が置かれています。35歳で王位を継いだジョゼ一世はその権力を最小のポンバル公爵に委ねます。ポンバル公爵は独裁的に政治手腕を振るい、ポルトガルは大いに飛躍しました。震災後の復旧もポンバル公爵の力によるものでしたが、広場にはジョゼ一世の像が建てられました。アウグスタ通りの入り口には19世紀に建てられた凱旋門があります。ここからはロシオ広場にそびえるモニュメントが見えます。ロシオ広場は正式にはドン・ペドロ4世広場といい、モニュメントの上に置かれているのはペドロ4世の像です。ペドロ4世はリスボンに生まれ、王位継承権を持ちながらもブラジルへ渡ります。ブラジルでは摂政として活躍し、擁立されてブラジルの皇帝になりました。ポルトガルでは先代の王が亡くなり、ペドロ4世がポルトガル王に継承されますが、すぐに退位し、娘のマリア2世が王となりました。シアード地区はリスボンの中でも最も美しい場所の一つとして知られています。ここには多くの有名な作家たちが訪れ、また著書の中にも取り上げられてきました。広場に置かれたモニュメントはポルトガルで最も偉大とされる詩人ルイス・デ・カモンエスの像です。高い土地を意味するバイロ・アルト地区は小高い丘に位置しています。16世紀頃には
労働者たちが生活してにぎわいを見せていました。日中は静かな通りですが、夜になると活気にあふれ、そこかしこでファドが聞こえます。サンタジェスタのエレベーターと名付けられたこの建造物は、上部が展望台になっており、町のランドマークとして親しまれています。建物の外観は精巧な透かし細工で仕上げられ、ネオゴシック様式のように見えます。カルモ教会はリスボンの歴史を語る上で最も重要な遺構です。1755年11月1日、西ヨーロッパの広い範囲で大きな地震が起きました。リスボンにおいては多くの建物が倒壊、死者が6万人を超えるなど甚大な被害をもたらしました。痛々しいまでに抜け落ちた天井が地震の大きさを物語っています。その後、被害に遭ったこの教会は補強を行い、悲劇の記念碑としてそのままに残されました。リスボンの起伏のある丘を行き来するのに便利なケーブルカーは至る所で見られ、リスボンを代表する景観の一部です。リスボンの街で最も活気に満ちあふれるロシオ広場。ロシオは広い平地を意味し、一日中人が途絶えることはありません。広場にはペドロ4世の像やバロック様式の噴水が置かれています。広場の北側に建てられたネオクラシック様式のドナ・マリア2世国立劇場、劇作家アルメイダ・ガレットの功績をたたえ、マリア2世がこの場所を提供しました。イタリアの建築家フォルトゥナート・ローディが設計し、19世紀に建てられました。大航海時代にもたらされた莫大な富はリスボンをヨーロッパ随一の街へと押し上げていきました。その中で生み出された建築物の数々は世界遺産として認定され、輝かしい歴史を今に伝えています。